アーサー・ギネスの肖像がアーサー・ギネスは、アイルランドの実業家、慈善家。ビール醸造会社、ギネスの創設者で、アングロアイリッシュの財閥ギネス家の祖として知られる。1725年3月12日に、アイルランドセロブリッジにある、アイルランド国境改聖職者、アーサー・プライスが所有する、屋敷オークリー・パークで生まれた。父は、 プライス家の財産管理人として働いていたリチャード・ギネス。母はその妻エリザベス。父の主人アーサー・プライスが大父となり彼の名前アーサーを与えられた。10代後半の頃からアーサーも秘書見文書副者係のような役割でプライスに使えるようになった。父リチャードはプライスの屋敷で黒ビール醸造に携わっていたと見られ、その技術を 息子アーサーにも伝授したと思われる。ギネスフ氏は1752年にプライスが死去するまで仕えた。プライスは死去に際してギネスフ氏の中勤に感謝して二人にそれぞれに100ポンドという大金を依存している。1742年にアーサーの母と死別していた父リチャードはプライス死去から間もなくエリザベス・クレアと再婚した。彼女はセルブリッで 白六亭を経営しており、父もその経営者となった。アーサーもこの宿で働き、ここでビール醸造技術を磨いた。1755年にはリーシュリップに小さな醸造所を購入したが、この事業は5年後に弟に譲っている。アーサー・ギネスの署名がデザインされたギネスビールの間1759年にダブリンに進出し、運河計画に目をつけて、 セントジェームズ・ゲートの休業状態の醸造所を9000年契約で借りた。これが世界最大規模の醸造所となるギネスの創業だった。1761年にはオリビア・ホイットモアと結婚した。彼女は共振の娘であり、この結婚によってアーサーはダブリン上流社会にコネを得た。当時イギリスによるアイルランド支配の下、アイルランド醸造業者は、 イングランド醸造業者より不利な立場に置かれていた。ポーターでは価格設定権を握るイングランド醸造業者に勝てないと踏んだギネスは創業当初ポーターではなくアイリッシュエールのみを醸造した。このエール生産事業は軌道に乗りギネス開業から7年後に彼はダブリンビール醸造協会主事になっている。政治への影響力も高まってくると イングランドのポーター優遇税制とアイルランドの AL への不公正税制を撤廃することをアイルランド議会に働きかけた。そして1782年の憲法でアイルランドが立法的な自由を大幅に獲得すると彼を、はじめアイルランド醸造業者もその恩恵に良することとなった。AL だけ製造していてもダブリン市場でしか売れないので限界があると判断したアーサーは、 1785年からポーター醸造とイギリスへの輸出を開始した。1799年にはエール製造を止め、以降ポーター製造に集中した。貧困層のための事前事業も行い、日用学校や病院の増築に貢献した。やがて、イギリス政府の方針が転換され、1801年にはアイルランドがイギリスに併合される事態となり、再び、 イギリスによるアイルランド支配が強まったが、ギーネスの成長はもはや止まらなかった。1803年1月23日に死去した。事業は、次男のアーサー・ギネス2世が継承した。1761年5月29日に、ウィリアム・ホイットモアの娘、オリビア・ホイットモアと結婚。彼女は21人も出産したが、うち11人は流産した。無事に育ったのは、 以下の重視だった。ありがとうございます。